えー、いきます。今の閣議会の真の立役者は誰だと思いますか例、梅原、梅原のマネージャーさん、梅原信者、圭介、にゃんし、梅原軍団、動画勢。まあね、これ一人ではないんやろうけどね。まあまあ梅原さんは、まあ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 そらそうですわね。梅原さんおらんかったら、まあ梅原さんやろうな。まあ基本的には。まあ梅原さんのマネージャーさんはもちろんそうやねんけど、梅原さんのマネージャーさんで梅原さんいなかったら、あれやから、うーん。まあまあ誰かっつったら梅原さんやろうな。普通に。 まあその1人だけの力じゃないもちろんみんなの力でそうなってんねんけどその今の e スポーツまああとカプコンの単純に頑張りっていうのもめちゃくちゃすごいよねまあそれも相当すごいなカプコンがちゃんとその e スポーツとして盛り上げてプレイヤーの価値をやっぱ上げたっていうところもめちゃくちゃでかいよねそれこそあの03の全国大会とかもさあれちゃんとまあ当時あんまそのメーカー主催の全国大会ってそんな別にどこもやってるわけじゃないわけよ で、まずそのカプコンがメーカー公認であって、さらにそれをテレビ局をつけて放送した。で、そこで梅原さんが優勝したっていうところが、まあ、まずすごいでかいよね。そこでまずそのタレント性がすごい生まれてるとか、ある、あるよね、まずは。で、梅原さんっていうスターが生まれて、で、そこからまあまあまあ、まあでもやっぱりそうだな。とりあえず、ストフォーまではもう絶対梅原さんだね。まあ、ストフォーから先はまあ、いろんなプレイがまだ育ってきて、いろんな活動を始まって、 っていうのまたどんどん変わってくんねんけど、だから今なんてさ、梅原さん以外の人にさ、結構ファンがついてくれてるやん、格ゲーマーの。これがもうまず当時は、全くなかったからね。うん。梅原信者っていう言葉は、まあ、大昔からあるし、ファン多かったけども、まあ、梅抜きまでぐらいかな。まあまあ、うん。他に関しては、やっぱりなかなか、そうだね、人にファンがついて、例えばサインを求められてみたいなのは、 とかね、それぐらいいのの人っていうのはこなか,なか,か,か,からまあ、ホスト5が出てまた e スポーツってなって盛り上がってみたいな、なんやかんや、まあいろんな人のね、努力なり積み重ねがあってっていう。まあ個人的にはまあコメントのお二みんなそうなんですけど、まあ普通に1人挙げるんやったら梅原さんですね。まあ割と余裕で梅原さんやね。だいぶやっぱりやってきたことのこ貢献度がやっぱ相当高いね。まあでもその梅原軍団とかも。 そのすごい貢献だと思う、ね、だ梅原さんはその梅原さんを支えてくれた人の力もめちゃくちゃでかいねそのマネージャーさんも,もちろんそうやしその R さんとかもあ,のああやってこう当時梅原さんの情報をどん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 ネットで発信してあ梅原さんこんな人なんやこんな面白い人なんやみたいな感じでまあ各地方にも興味持つ人がどんどん出てきてみたいな感じだったからまあそんな感じですかねえ拝、ー、ニさんの髪型はおでこが出て出る 失敗、えー、清潔感がで過ぎたなって思います。今までし自分、髪型失敗したなって思う,思うことありましたかうーん、まあベジもそうなんですけど、いや、よしょっちゅうありましたよ。てかベジは、てかあれ自分で髪切ってたんですよね、結構。昔。だそれでもう、だいぶ、めちゃくちゃ失敗よくしましたけどね。ほんまにもうなんか、 適当にこう、髪剃りとかで髪切りまくってたらもう、なんやろうな。坊主頭、ちょちょいちょい髪、長い髪が残ってる坊主頭みたいになったりとかで、うん、まあお金がなかったんで、自分で来てて、かなり自分で来てましたね。ベジタニー、うん。ベジタニーの話はまあ何回かしてるんですけどもね、まああの、まあ俺ってその、月1回髪の毛切にってるんですけど、だいたい月かまあ、そうだね。 で、それでまあ、この、今ぐらいの髪の毛の長さに大体して、まあ、こう、髪がちょっと多いんで、すいてもらうっていう感じに、やってるんですけど、まあ、その嫁が、その、俺が髪切ったことに全く気づかないんですよね。で、それにちょっと腹が立って、ちょっと今日はもう、短く切るぞっていうことで、あの、気合入れて行ったんですよ、三髪屋に。で、あのー、 もう今日はもうガンガンいっちゃってくださいみたいな感じで結構短くされてんけどあんで結構短くしてもらってあどんなもんどうですかこんなもんでって言われてでもう明らかに短くなってるってことが分かる長さやったよねやねんけどもうなんか気持ちよくなってきてあもう,もうどん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 いってくださいどんどんいってくださいみたいな感じでいってたら気づいたらあのベジタータになってたっていうまあでもさすがにこれやったら気づくやろって言うんでまあでも嫁からはまあまあ割と 概ね好評やったんですけどねただその写真を上げたらその全然知らない外人からリプライで「おミスティック・ウェア」「ノー」みたいな感じでアビ教会のリプライなんかアビ教会になってあそんなにダメなのこの髪型だと思って「はい谷 <laughs> <laughs> ノー」みたいなであのー、まあそれ以来だからあじゃあ,まあそこまで嫌な人がいるんやったら別に嫌なんでいいかなみたいなまあ俺は別にその何て言うかな どっちでもいいんですよね、別に。俺、別に俺、あの髪型でもいいし、あの髪型でもいいし、今の髪型でもいいんですよ、正直。読みはどっちかっていうと、あの、ミスティックヘアの方にし、あのー、してもらいたいぐらいのノリですけどね。で、ほんまになんかもう、配信でもなんかもう、拝 <laughs> さん、その髪型じゃもうあなたに価値ないですよ、みたいな、ことまで言われてたからね、これ。うん、もうあなたに何の価値も残ってないですよ、その髪型にしたから、みたいな。それぐらいちょっと不評やったんで。 <laughs> <髪の> <laughs> まああれは一応だから失敗っちゃ失敗ですかねまああとはそのそう SFL SF の時とかは逆に切ってなくて全く髪の毛をなんか伸ばしててあれもまあちょっとあんま良くなかったですねうんなんかあれは逆にその配信をに力出して外に出なくなったからもう髪切らんでええわみたいな 思ってて、だいぶ伸びてましたね、ほんまに、あれは。うん。で、まあ、結局のところ、まあ、今ぐらいの感じに、落ち着いてるって感じですかね。まあ、今ぐらいの髪の毛の量とか、まあまあまあ、ちょうどいいかな、みたいな感じですね。だから、失敗したことはもう幾度となく。てか、なかなか決まんないですよね、自分の髪の毛って。 俺、うん、もいろんな美容室やっぱ行ったりとか,だか俺昔とかあのほんまにそれこそあのプロシーンでやってる時とかってやっぱちょっと人にすごい見られるいろいろと見られると合うからこうねえちょっといいとこ行かないだかほんまみんなすごいよね、うん、あのプロゲームの人とかもうそれこそ何いやー昨日はちょっと原宿まで行っちゃってさーみたいなうん原宿のどこどこの店でちょっと髪染めてもらってさーみたいな。 そういう感じのことをなんかもう平気で言ってるからなんもう一回の散髪でねもうほんまに何万みたいなさで俺もえっそういう感じなのと思ってそれぐらいやっぱりちょっ見た目には気遣っていかなあかんのやなと思ってで俺も一時期あの吉祥寺まで行ってたからね散髪しにで実際やっぱねすごいあの腕がやっぱ良かったね 吉祥寺までちょっとな行って切っててたねただ、もう今はもう地元で来てますね。うん。まあでも全然それでも、うん。気に入ってるんで。まあ散でも髪型でほんまにその人のイメージってほんまにほぼほぼ決まるからね。うん。でもやっぱね、めっちゃ重要やと思うねんな。その、トレードマークになるやん。髪の毛って。もう、あこの人で言えばこの見た目だなっていうのがさ、しかもその、 すぐイメージできるようになるしそのイラストとかにした時とかもすぐその人の特徴を描けるやんだからあれはねほんまは俺やった方がいいと思ってんねん立川もそうそうあの立川もなんでああいう風にしてるかってやっぱ,やっぱそういうことなのねそのイコールも立川イコールあの肩ハゲ肩ハゲイコール立川でもバチッとキャラが決まるから まあそういうことで、ボンちゃんとかもね、そう、金髪で、みたいなとか。うん。だそういうふうにタレントとして人にこう、注目されたいんであれば、まあ、絶対にやったほうがいい。と思ってるんですけど、まあ、そこだから俺ちょっと甘えてますね。それをやらないってい。だから俺も髪の毛緑とかにしたほうがいいんですよ。絶対に。で髪の毛緑にして、ちゃんとそれをキープして、ケアしてってやった方が、 絶対いいんですよ、まあ、それだけでもうあるやん。髪の毛緑イ,イコールもう、まあ、格芸界ではもう俺みたいになるやん。例えばね。でそれだけでもう、まあまあまあ、存在感が圧倒的に増すからね。からやっぱりその、大事だと思いますね。髪の毛は。うん、まあ、そんなとこですかね。